はい、今日はゴールの話をしたいと思うんですけれども、コーチングの中心的な一番大切なものはゴールなんですね。で、そのゴール設定っていうのをサポートする、どういうふうなゴール設定をすればいいのか、そのゴールの中身そのものではなくて、どういう考え方に基づいてゴールを設定すればいいのかっていうことをクライアントに教えていくのが、非常に重要になってくるわけです。で、多くの人がやはり自分の本当のゴールっていうものを見つけられていないから、自分の人生がうまくいかなかったり、あまりハッピーでなかったりするんですね。で、そういう、ルールをすることによって、徐々にそういうゴールが分かってくる。あ、これが本当の自分のワントゥーのゴールなんじゃないかっていうことが、そのルールに従って思考していくうちに徐々に出てくる、見つかってくる、そういうものなので、ルールを学んだからといってすぐにそういう本当に心から望むゴールが見つかるかっていうと、意外に時間がかかったりもするんですね。よくその、自分のゴール、やりたいことを書き出してみましょうと。で、書いて常にそれを見て、で、それを自分自身が忘れないように、いつも意識に上がるようにするっていう方法を進めてることもあるかと思います。そういうのを、例えば100個上げてみましょうとか、200個自分のやりたいことを書いてみましょうとか。で、それ自体には意味はあるとは思います。ただ、じゃあ本当に自分がやりたいゴールっていうのをかどうかって考えた時には、その書いて忘れてしまうようなゴールは本当にやりたいゴールではないんですね。初めは誰もが本当に心から望むゴールかどうかっていうのは怪しい、大体は他人から与えられた、それを受け入れてるに過ぎないゴールだったりするわけです。で、それで悩んでいる、いわゆるハフトゥーのゴールになってしまって、人生がうまくいかない。で、コーチングにおけるゴール設定のルールを学んで、徐々にそういう思考パターンになっていって、ある時、あ、これが本当に自分のゴールなんじゃないかと見つかる瞬間が来る。そのプロセスにおいては、先ほど言ったような、たくさん書き出してみる、100個書き出してみる、200個書き出してみるっていうことも意味はあると思います。で、それに向かって暫定的なゴールとして、そのゴールもそのコーチングのルールにのっとったものであると、必要はあると思いますけど、そういうプロセスにおいては、その暫定的なゴールを設定しながら、自分のスコトマを外しながら、その本当のゴールを見つけていくっていうことには、そう書き出すってことは有効だと思います。でも、本当に心から望むゴールが見つかったときは、わかるんですね。これは不思議です。なんでわかるんですかっていうのは私もわからないですけど、あ、これが本当に自分自身で設定した心から望むゴールなんだっていうのがわかるんです。で、そのわかるようなゴール、自分でこれが本当に心から望む、人生の中でそれが更新されるっていうことは当然あり得るとしても、その時点で本当に心から望むゴールかどうかっていうのは、その瞬間分かるものです。あ、これだっていう。で、本当にこれだって分かるようなゴールは、その書いて思い出していなければ忘れちゃうようなゴールじゃないんですね。ですので、書いて忘れてしまうようなゴールであるうちは、それはそれで自分のスコトマを外す、本当のゴールを見つけるっていう意味では役割を果たすと思いますけれども、それ自体が本当のゴールではないってことです。ですので、そのプロセスにおいて、本当のゴールを探すっていうプロセスにおいて、どんどん書いて、あ、こんなこともできんじゃないか、バランスホイールを見ながら、あ、こういうとこもスコートマンになってたから、こういうところもゴール設定してみよう、で書いてみるっていうことはいいと思います。でも、それが目的ではなくて、最終的にやはりコーチングは、もともと例えばコーチングを受けようっていうクライアントが持ってきたゴールが、
を達成を助けるというのはコーチの役割の一つでありますけれども、大体においてはそれは本当のゴールではないことが多い。いかにそこからそれを土台として、それに向かいながらも本当のゴールをクライアントがどっかの時点で見つけられる。で、本当のゴールを見つけた時は、その時はコーチっていうのはそれほどコーチのサポートっていうのはそれほど多くは必要じゃなくなってくるんですね。だってそれは本当に自分が叶えたいものだし、ほっといても向かっていくものだし、マインドもそれに向けて上手に使えるようになっていくものなんです。何かしらマインドが上手に使えてないっていうことは、そのゴール設定自体が本当のゴールではないからのことが多いんですね。ですので、マインドが一番上手に使える理想的な状態っていうのは、本当のゴールをその人が手に入れた以降なんですね。ですので、それまではやはりコーチが非常に大きな役割を果たす、マインドの使い方を上手に教えながら、でもそのマインドの上手なその使い方を教えるっていう目的は、クライアント自身が本当のゴールを見つけるっていうことがやはり中心にあるんです。でもそれはどの時点で見つかるかどうかまではコーチには分からないし、その中身も分からないけれども、自分自身でそのマインドを上手に使う、その、まあコーチが上手なマインドの使い方を教えながら、そのトレーニングによをしていくことによって、どっかの時点でクライアントが本当に心から望むゴールを見つけ、それに向かっていける、まあそういう状態を、まあコーチング期間中だけではなくて、その終わった後もクライアントがどっかの時点で見つけられる、まあそれがこうコーチが実際にマインドを上手に教えるっていった時に心がけてることなんですね。なので、その場の何かしらの対応の仕方、そのマインドをこう使えばその問題を上手に対処できますよとか、そういうのはあります。でも、それを目的にマインドの上手な使い方を教えてるんではなくて、結局はその本人が心から望む現状の外のゴールをどっかの時点で自らが見つける、そのお手伝いをしている。で、それを念頭にコーチングをしているコーチと、そうではなくて、まあ、このコーチング期間中、あるいはその当初持ってきたゴールをただ達成させるっていう目的でやってるコーチで、おのずとマインドの上手な伝え方っていうことも変わってくるんですね。ですので、まあそのプロセス、まあ、本当の自分のゴールを見つけるまでの間は、まあ、いろんなそのやり方あります。で、その書くっていうことも有効でしょう。バランスホイールを意識しながら、いろんな各方面にすこともはないかなっていうことでこう書き出してみる。で、やはりそういったことがこう癖になってなければ、それがハビットになってなければ、ついつい私たちは偏っているので、ある特定のところだけこう集中してしまう。まあ、それを防ぐためにも書いて、その、あ、ここはどうなんだろうってリマインドしていくことは大事だと思う。でも本当に心から望むゴールが見つかった時は、それは書かなくても、ちゃんと常にそのことに対して自分が無意識を働かせるようになるので、そもそももう書く必要がなくなる。まあそういう瞬間が来た時には、まあその人は本当に心から望むゴールを手に入れているでしょうし、まあ、そういった状態にコーチはなってほしいと思って、こうマインドの使い方を教えていくんですね。ですので、もし皆さんがまだこういろいろ書かなければ、そのゴール忘れちゃうという段階であれば、きっとまだ本当に心から望むゴールを見つけられていない状態だと思いますし、まあ、その時にコーチは、じゃあその状態からどうやったら本当に心から望むゴールを見つけられるようになるかっていうマインドの使い方は教えられる。まあ、そういう人はぜひコーチをつけて、実際にマインドの使い方、その本当のゴールを見つけるために必要なマインドの使い方ってことを、まあ、個人レッスンを受けた方がいいと思います。で、
その後ですね、まあ、自分でそのコーチから習った、あるいはまあそのコーチを直接つけなくてもそのセルフコーチングのプログラムであったりとか書籍等でコーチングを学んで、そのゴール設定について自分で工夫してもそれはいいと思うんですけど、まあ、一番いいのはやはりカスタマイズされたそのパーソナルコーチングっていうのが一番それに対して近道だと私は思っています。まあ、そうでなければパーソナルコーチをつける意味ってあまりないと思うので、まあ方法はいろいろあります。パーソナルコーチングを受けたり、プログラムを受けたり、本で学んだり。でもどっかでこう覚えておいてほしいのは、本当にそれがゴール、本当のゴールなのかどうかって、本当に心から望むゴールなのかどうかっていうのの、まあ、判定はどうすればいいんですかって私は質問を受けたこともありますけど、まあ、その一つの答えは、まあ、書かなくても忘れない、常に書かなくてもそのゴールに向かって自分がマインドを使っている、無意識に使っているっていうものが一つ、本当にその人が心から望むゴールかどうかっていう判定の仕方なんじゃないかなと思います。ですので、まあ、このお話はですね、まあ、今見ている方にとって参考になるっていうだけではなくて、将来その自分のゴールを探していく中で、あ、なんかこれそうなんじゃないかと、確かに書かなくてもこれのゴールは忘れようがないよねっていう瞬間が来た時に、まあ、あ、そういえば田島コーチが、あ、書かなくてもいいようなゴールじゃないと本当のゴールじゃないよねって言ってた。あ、だからこれがきっとそうに違いないってことをこうその時に思い出していただきたいと思って、今日はその本当のゴールかどうかっていうことと、まあそれが書かなくても忘れない、まあ、書かなくても自然と向かってしまうようなゴールっていうことの関係についてお話をさせていただきました。以上です。